です。セコです。ティナです。アリオです。ヒメカです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は改めて自己紹介です。イエーイ。改めて私たちのいろんなことを皆さんに知ってもらうために自己紹介を今から一人ずつしていきたいと思います。せーの、どうぞ。菅井アリアです。中学1年生の13歳です。血液型は A 型です。身長は168ちょっとぐらいです。将来の夢は世界に届くようなモデルさん。あと女優さん。私はビューティー TV に入ってきた時はなんか何も喋らなくて、めっちゃ人見知りであんまり喋ることが苦手だったんですけど、今は明るい面白いみたいな感じでよくうるさいって言われます。最近ハマってることはいろんなテイストをすることです。なんかかっこいいテイストにしたり、かわいいって感じのやつにしたり、あとファッションとかを研究したり、メイクも研究したりしてます。憧れてる人は藤田ニコルさんとブラックピンクのリサさんがとても可愛くて憧れてます。特技、英語は一人で喋れます。ハロー。急なヘロー。と好きな色は赤は前から変わらずに好き好き好きなんです。好きな食べ物はアイスとハンバーグとあと餃子と、あ、全部好きです。アリアの好きな服のテイストはガーリー系です。でもなんか最近は大人ガーリーとかも好きです。いつもピンクアテ TV やアリアのインスタ、TikTok、Twitter などいろんな場面で見てくれてありがとうございます。アリアを見守ってください。みんな大好きです。ラブチュ。石山由子です。中学1年生の12歳でもうすぐで13歳になります。出身は東京都です。血液型はO です。身長は 164.5 の、まあ、5よりの4です。将来の夢はいつかは東京ガールズコレクションのステージを歩けるようになりたいなって思っています。やりたいことはいろいろなところにロケとかファンミとか行きたいです。キャラクターは桃。好きな芸能人の方は生見愛瑠さんと横田真由さんです。趣味なんですけど、YouTube の音フェチみたいなのをイヤホンをつけて聞くことがハマっています。好きな色はピンクです。で、好きな食べ物は桃とリンゴとジャガイモとワカメです。で、好きなキャラクターはアピーチとクロミちゃんとパワーパフガールズのバターカップとコキンちゃんが好きです。はい、いつもピンクアテ TV を見てくださる皆さんありがとうございます。あのエコとかみんなの力でどんどん盛り上げて10万人とか行って盾をもらえるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。花田姫香です。で、身長は169センチです。学校でのキャラ、ちょっとここでは猫かぶってます。もうちょっとうるさいです。得意教科、体育、数学と英語です。私の性格でいいところは負けず嫌いとポジティブとメンタルが強いところです。悪いところはすっごくめんどくさがり屋で、お風呂とかを後回しにしちゃって音フェチとか見ながら寝ちゃってってなって朝にシャワー入るんです。今日も朝入ってきました、昨日寝落ちしたから。好きなタイプは優しくて面白くて吹っ切り割れている人です。嫌いなタイプはなんか息をかけてくる人って息かけられるんですよ、よく。小学生の頃に、転校生なんですけど、長いからいいか。わかりました。これ話したいですよ、話していいですか。息かけられて、しつこかったから、なんか10日目ぐらいに、もう本当にやめてって言ったんですよ。したら、僕が死ねってことって言って、息かけないと死ぬのみたいな。ハマっていること。最近よくラップを聞きます。ファッション。最近ハマってるのは、清楚っぽい雰囲気が最近ハマってます。一時期清楚嫌いになったけど、最近また大人清楚に憧れました。好きなブランドはピンクレッドはそうなんですけど、ウィゴーとかヘザー。服以外だったらジルスチュアートです。メイクだったら最近ハマってる小物は指輪と腕時計にハマってます。最近すごい TWICE 好きなんですかって聞かれるんですけど、 TWICE 大好きなんです。
アルバムも持ってます。あとはまあそれ以上にブラックピンクがすごい好きで、完コピとかしちゃうぐらい好きです。よく遊ぶ場所、この前エコちゃんとアリエと原宿に行きました。 TikTok のアイコンって富山の海だよねってめっちゃ言われるんですけど、あれは七里ヶ浜です、江ノ島です。いつも DM やコメントをたくさんいただいてありがたく読んでいます。インスタではできるだけ返すようにしてるので、 DM は全部返してないです、ごめんなさい。本当にありがとうございます、愛してるんです、バイバイ。松本里奈です。小学6年生の12歳です。愛知県出身の B 型です。よく O じゃないのとかって聞かれるんですけど、 B 型です。身長は153センチです。2020年になる前に160センチになれるように頑張って身長を伸ばしてます。好きな食べ物は肉とケーキです。好きな色は黒とシルバーです。結構かっこいい系の色が大好きです。洋服はアンビー、ジェイダー、スプレーでよく買います。結構パンツスタイルとかギャルっぽい感じのやつとかよく着ます。妹キャラって言われたんですよ。意外だなって思いました。もう身長も伸ばさなきゃだし、語彙力もね、もうちょっとね、こういうところなんですよ。最近は結構いろんな人のね YouTube を見て、ピンクラテでこんな企画やりたいなとか考えながら空想でなんか自分で企画を作ってます。将来はモデルとか女優とかいろんなことにチャレンジしていきたいです。いつも YouTube とか Instagram とか見てくださってありがとうございます。これからもなんかイベントとかあったら皆さんに会いたいです。これからも末永くお願いします。バイバーイ。ういゆらりです。中学3年生の14歳です。血液型は AB 型です。好きな食べ物はスードンです。身長は155センチです。意外と小さいねってよく言われます。ピンクレッド TV では最年長でおしゃれ番長と言っていただいています。とても嬉しいです。そんなに恥じないように流行りも取り入れつつ自分らしさも出していけるようなコーディネートをできるようにこれからもたくさん勉強していきたいと思います。家族構成はお父さんとお母さんと中1の弟と小1の妹とあと猫がいます。私の将来の夢はずっとダンス&ボーカルのグループに入って活動することって言っていたんですけど、この夏エジェニックというプロジェクトで活動させていただいていて、皆さんの応援や支えがあり、正式メンバーに選んでいただくことができました。とても嬉しいです。ありがとうございます。この秋から正式メンバーに選ばれた男女7人でエイジニック改めジニックとして活動していきます。応援よろしくお願いします。いつもピンクレッド TV を見てくださって本当にありがとうございます。とても個性豊かな優しい心の持った4人です。これからもついてきてくれると嬉しいです。インスタライブとかもたまにやったりするので、よかったら見に来てください。これからもピンクレッド TV をよろしくお願いします。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなどうでした？知らないこととか知れたりとかあったんじゃないかな。やっぱ SNS で質問来るしね、そういうの答えれたからよかった。よかったです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。